はい、それでは、テクテクリブレオフィス始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、今までですね、テクテクリブレオフィスはリブレオフィスの機能を主に紹介してきたんですが、今日はちょっと毛色を変えましてですね、フォントについて、触れていきたいと思います。で、まあ、フォントなんですけども、あれですね、まあ、リブレオフィス自体にはそのフォントが同時には、あまり配布されていないというところがあって、で皆さんその日本語でフォントを使うにあたって結構、まあ、もしかすると好みの字形を探すのに苦労されたりなんていうこともあるんじゃないかなというふうに思うんですが、皆さんいかがですかね。そうですね、ある西洋言語、はいはい、英語とかのアルファベットはいくつか入ってるんですけど、リブレオフィスも。そうですね、アルファベットはまあ容量も比較的小さくなるっていうのところで、うん、っていうところだと思うんですけど、結構入ってますよね。ね、まあ、それでいうと、まあ、他の、 商用のオフィススイートなんかはフォントがセットになってるようなものも結構あったりするんだろうと思うんですけど、リブレは、ね、そこの日本語フォントのところは全くついていないということで、もともと OS に入っているフォントから選んだりとかいうことで言うと、なかなかその欲しいものが見つからなかったり、ちょっと個性的なものを使いたいなと思った時もなかったりということは往々にしてありますよね。はいはいはい、うん、で今日はですね、まあ、そのあたりの、まあ、少し物足りないところもあるフォント周りをですね、強化していくにはまあ、していく方法を少しご紹介していきたいなと思っております。で、まあ、主に触れていくのがですね、こちらの Google フォンツというサイトなんですけども、でこちらのその名も Google が運営しているサイトで、で、かなり、まあ、そもそもここで相当な量の、フォントが配布されてます。で数は多いんですが、フィルター機能がありましてですね、でここで、まあ、これだけの言語のフォントが用意されているんですけども、この中からですね、ジャパニーズを選ぶと、ここにカウンターが出てますね。1400のフォントの中から日本語用として57フォンツが、抽出されると。こんな感じでですね、まあ、いろんな明朝体なんかもあれば、例えばですね、こんなドット絵風の、フォントなんかもここで入手することができるわけなんですね。で、まあ、とりあえず触れておきたいのが、Google が独自で、作成をしているノトフォント系ですかね。ノトサンズとノトセリフのジャパニーズですよね。そうですね。これはノトサンズっていうのはゴシック系っていう認識でいいんですかね。そうですね。ノトサンズがゴシックで、ノトセリフが明朝ですかね。はい。で、まあ、ここにもプレビューが出てますが、かなり、高品質な文字をここで利用することができると。はい、これあれですもんね。Google がお金を出して、Adobe がフォント開発チームが作ったらしいので、そうらしいですね。なかなか素晴らしい、はい、素敵な取り組みで。なので Adobe の側の名前はまた別で、弦の角ゴシックとかいうふうに名前がついてたりしますけど、あ、それはあれですか、もともとそういう方、そういう名前で Adobe が開発していたものを、別名で配布してるっていうことですかね。どっちなんですかね。名前だけ違うだけで、ものは一緒だと思います。なるほど、はい、なるほど。まあ、一応インストールするときに、どっちの名前でインストールしたかによって、その同じには扱ってくれないので、リブレオフィスでは。はい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 。名前は、フォントの名前統一しとかないと、
まあ、入ってるのに、まあ、時限が同じだとはいえ、どちらのフォントファイルをインストールしたかによって、はい、別の名前で、OS には認識されますよっていうことですね。されてしまうっていう、ね。はいはい、はい、まあ、そこのところは注意は必要ですね。はい、やっぱり普段仕事なんかで使う場合だと、まあ、明朝かゴシックを使っていくというのが、まあ、かなり多いかなとは思うんですが、で、あとはその慶長関係ですかね、その、まあ、年賀状だとかで、使っていくものだとすると、その、まあ、毛筆体といえばいいんですかね。で、そちらもこの中に一応ダウンロードができるようになっていまして、これもかなり便利だなと思うんですが、あ、この辺ですね。いろいろありますね。そうです、かなりいろいろあるんですよ。57個もあるんですね。57個ありますね。まあ、なんか一部豆腐ってますが。はい。あ、これ、そういえば。多分、あれですね、Google が作ってるやつじゃなくて、ええ、まあ、自由に使えるフォントをまあ集めてきてるっていうことなのかなと思うんですけど。はい、はいはい。そういえば、ノトフォントのノトって、なんか、そう、豆腐絡みの由来だったような気がするんですけど。なんかそんなのを読んだことはありますね。なんか、ノー豆腐みたいな。へえ、そうなんだ。豆腐ってあの日本語の豆腐？豆腐、そう。もともとそのフォントがないときに四角が出ることを豆腐と呼ぶのが、国際的に結構定着していて。のかな。日本では定着してましたけどね。日本では定着するんですけど、国際的にはどれぐらい知られてるのかわかんないですけど。日本国内ではわかんないけどね。結構これは定着してるらしいです。で、かつ、そこから文字ってこの脳豆腐が元になってる、本当ですか？豆腐をなくそうみたいなので、だから日本語だけじゃないですよ、その Google っていろんな言語のフォントをそれぞれの国のベンダーに頼んで作ってもらってて、まあ、日本だとアドビと組んだっていうだけです。ウィキペディアには書いてるね、能登の件。能登フォントに関してはちょっと余計なこと言いますけど、以前にこの Google が能登フォントとして公開してたホームページのフォントは、ファイル名がちょっと付け方が、ユニック。Linux 系のノートフォントのやつとかと名前の付け方が違ってて、あっちへ持ってたりこっちへ持ってったりするとフォントの互換性が保てないよみたいな話があったので、 GitHub からダウンロードした方がいいよっていう話が一時期あったと思うんですけどね、まあ、その辺が解消してるかどうか、ちょっとここでダウンロードしたやつがどうなのかっていうのは少し気になりますけどね。まあ、そのリファイン続けてるとすれば、配布がどちらがより新しいものが入ってるかで多少違いは出てくることはあるでしょうね。そうですよね。その辺ちょっと試行錯誤いるかもしれないですね。はい、で、一旦話を戻すと、その、まあ、年賀状とかで使う用としては、うん、こちらの、うん、3種類ぐらい毛筆体がありまして、まあ、見た感じの中でいくと、うん、こちらの U 字縮というフォントが結構オーソドックスに使えそうかな、ね。U 字縮、U 字巻いた。その U 字とか縮とか巻いとかなんでしょうね。気になりますね。これもともとこれは別なサイトで、配布されているものを Google サイトに持ってきて、はい、確か元のサイトでは配布停止してたので、まあ、配布場所自体をこっちに完全に移してるという形だったかなと思います。もともとはこちらで配布していた作成されたフォントらしいですね。はい。で、何でしたっけ？毛筆体については何か、一過言あるというふうにも聞いたんですが。私ですか？あ、はいはい。はいはい。先ほど、ちょっとね、事前のお話をしている中で、こういう毛筆体があるよという
のを教えていただいて、私これ初めて知ったんですけど、この UG シリーズの、はいはい、まあ、結構フリーのフォントの世界でモヒツタイっていうと他に配布されているものがあって、結構派手なというか、あの崩し方の大きいフォントがわりかし広く使われてるっぽい中で、わりかしこのフォントをすっきりしていて、あの整ってるなとは思うんですけど、あんまり、まあ、ちょっと硬いかなっていうかいう印象はあって、私は普段使ってるフォントのよりはちょっと硬いかなという印象があったので、先ほど別のフォントをね、いうフォントっていうのを紹介させていただいたところなんですけどもね、はいはい、どうですかね。とこちらですかね、そうですね、フォントこれは、あ、トロン絡みで、そうですね、昔トロンというシリーズのオペレーティングシステムがありまして、と過去形にしてしまうと怒られてしまうかもしれません、今でもあるんだろうと思いますけども、組み込み用の OS だったりとかパソコン用の OS だったりとかっていうのを、まあ、東京大学の先生方が中心になって作ってたね、はいはい、国産の OS のプロジェクトがあったりしたわけですが、それの中 あのパソコン用のプロジェクトでビートロンというプロジェクトがありましてね、はいはい、そのプロジェクトはあのもう日本語のありとあらゆる漢文字を全部その使えるようにしてしまおうということにも取り組んでおられたようでして、そのビートロンというものの発展版で OS の名前、そして超漢字というような名前の OS が出てたぐらいで、非常に多くの文字を含むフォントセットというのをその OS の活動の一環として作っておられて、そこで使われていたであろうと、おそらくフォントのセットが今公開されてるんだと思うんですけどね、またまあ私も詳しいわけじゃないんで推察でしかないんですが、まあ、一応こちらにダウンロードしたものがあるんですが、かなりフォントファイルだけでも相当数が多いっぽいですよね。ね、ワンファイルじゃないんですよね。恐ろしいですよ、なかなか。どういう分け方をしてるのかわからないけど、ワンファイルじゃないんですよね。すごいたくさん入ってる。で、ちなみに適用するとこんな感じの字形なわけですね。ですね。まあ、これもその特別綺麗という感じではないんですけども、そこそこオーソドックスで、教科書体とかに近いような、まあ、教科書体よりもう少し崩した感じの、毛筆書体がね、うんはいはい、先ほどのセットの中に、ゴシック、そうですね、ゴシック体と明朝体と楷書体の 3書体がはい、T フォントの中で配布されてるんですね。その中の今見てるのが T 楷書っていう楷書体のフォントですね。はいはいはい、はい。まあ、これはかなり便利に使えそうな感じですよね。あのなんか文字数がですね、まあ比較的字形もオーソドックスなので、無難に使いやすいかなと思ったりはして、うんうんはいはい、普段私は毛筆体使うときはこれをよく使ってますけどね。はいはいはい。はい、ありがとうございます。で、あとはその網羅的なフォントということだと、最近配布がされているものとして、IPA MJ 明朝フォントというのがありますね。で、こちらも簡単に紹介しておくと、あの人名で使われるフォントというのが網羅されているというもの で通常の一般配布されているフォントだと1万5000文字程度が含まれているんですけども、こちらの IPAMJ 明朝だと、それが6万文字近くのフォントがこの中に含まれていると、うん、いうことで、まあ、国の方ではこれでもって、その自治体で抱えている外事問題 を一網打尽に解決してしまおうというふうなところで考えてるらしいということですね。なんか全然カバーしきれてない気もするんですけど、まあかなりの部分はカバーできるってことですね。その今のところその法律上で定められてる人名だとか、はい、戸籍だとか、住基ネットとかのもの、まあ
自治体業務で使われるものというのはこれで、網羅をされていると、IPA のフォントっていうのは MJ だけじゃなくて他にもいくつかパターンが配布されてて、明朝体とゴシック体を中心に一応もうちょっとコンパクトなやつがあるんですよね。ありますね、はいはい。まあその中でこのシリーズの中でこの MJ ってついてるやつはその人名を網羅するっていうことの中心に重点を置いていて、ものすごい数の文字が含まれてるということなんでしょうね。あ、そういうことになるでしょうね、はいはい、はい。あ、ちょっとこの、あ、どうぞ。はい、あ、人名ってすごい細かいところがいっぱい違うじゃないですか、こう同じ文字でもそういう部分を対応してるってことですね。あ、そうですね、あの例えば渡辺の鍋とかで、だいたいその鍋の字でどんぐらいだろう、数パターンから 10パターンぐらいあったりするんですけど、そういったものも全部ですね、網羅してると。でちょっと特徴的なのは、UTF の中に IVS コードというのが、ちょっとこれはここまで話し始めると終わらなくなるので、まあ、ちょっと置いときましょう、はい。まあ、とにかく網羅してますよというところで、あの、はい、覚えておいていただければ十分かなというふうに思います。はい、といったところでですね、これらのフォントを使っていただくとですね、リブレオフィスのドキュメント作成もですね、非常に高品質なものに、していけるんではないかなというふうに思われますのでですね、こちらのフォント類ぜひ活用してみていただければと思います。といったところでですね、今回のテクテクリブレオフィスは終わっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。